そしてビフォードがもらいに行きます。ビフォードにやはり遠藤がついていますが、日系空いたスリードでしょう。来ました。まあ、島根の攻撃としてはこのボールがよく回るんですよね。今日はまだ手拍子だけの応援です。鬼化に対して遠藤行っています。しかしビフォードは空いて比江島かわして軽快に決めてきました。ビフォード今日初得点。安藤にプレッシャー行っていますが、ボールが回ってビフォードと遠藤1対1になる。ホットヘルプに行った。タフショット決めた。ビフォード谷口トラビスという2人になっています。そしてビフォードスリーどうか。来た。最初のスリー来ました。ビフォード空きました。ただチームとしてこのクォーターすでに6本スリー。比江島やり返した。島根は安藤、白浜、そしてフロントコートは日系とトラビス、遠藤、そして津山がいるという展開です。第1クォーターアシストがすでに7本ある島根。トラビス柔らかい。このトップ周辺からのワンオンワン強烈ですね。津山ベースラインに空いた。リバウンドイカルが拾う。走る。2対3という状況ですが、スコットが中央突進。空いた津山スリーどうか。長いリバウンドはビフォードに収まります。今度は安藤のアタック、スクープショット。すごいドライブだ。ジェレットスイッチがビフォード。柔らかい。2クオーター以降宇都宮スリーが今2本。うわ、ワンオンワン。ビフォードファーガーとエンドワンになった。今日最大の15点差、ね、間をこうやって割ってくるステップスルー、安藤と日系の2面ゲーム。あ、ちょっとダッショットになったが、これをねじ込んできた日系。これも日系が前にいます。ビフォード狙っている。ジェレットスコットに合わせる。ファールあってエンドワンになりました。これでオフィシャルタイムアウトです。さあ比江島、スコットに浮かせてニカ・ウィリアムスがいます。高島が逆サイドで待っています。渡辺スリーどうか。来ました。今日初めてのスリー渡辺。さあ前から浮かせたいブレックス。スコットのピックからコーナーオープンだ。外渡辺、決まれば2ポイントというところです。今2ポイントです。ニカ・ウィリアムス、ボーサーダンク。宇都宮タイムアウトです。試合終了。70対60、島根スサノーマジック。